じゃあ、広島って結構ヤジって厳しいし、いやいやもう近いじゃないですか。近いね、11メートルしかないんですから、バックネット裏とあれ間が。もろ聞こえますもんね。もろ聞こえるどころじゃなくてね、時々ね、お客同士が囁いてるのが聞こえるのは立川さんの相変わらずとかなんとかこうボソボソ言う気になる。聞こえます。聞こえるし、ボソボソ言うの聞こえるし、今年もあったじゃない、無観客の時に神宮で、はいはいはいね、広島なんてもう放送席がグラウンドと背中合わせだから、はいはい、もうすぐそこですもんね。そうそう、江本さんなんかさ、ウェディングサークルの横で日本放送でなんかこうやれる時にさ、目と目が合うからさ、頭下げようったもん、うん、で私の話をしだすわけよ、はい、次立つ川ですが、まああんまり期待できませんねって冗談で言うのよ、わざとひどい。それが聞こえますね。聞こえちゃうよね、うん、でさ、アナウンサーがインコース構えたりアウトコース構えたりって言うじゃない。私の時にバッター池山でもうヤクルト戦でめっちゃくちゃ負けてたのよ、もう十何対なんで。でそれまではもう大のカープファンですごい応援してくれてるの、はい、そしたらさ、そのお客がもうええ加減に酔ってさ、おい立川矢沢が言っとったで、矢沢会えて矢沢さんが解説さんね、はい、アウトコースばっかりにしかないぞって言っとったぞって言うわけよ。お前のリードすぐ分かるって言っとったぞ解説でとかさ言うわけよ。うるさいおっさんだなと思いながら、そしたら今度さ、後ろからさ、おい、またアウトコースかい、またアウトコースかとか言うわけよ。たら池山が、達川さん、後ろの親父のコース当たってますねって言われて、やばいよ、思ってさ。そして今度はさ、インコース構えたら、今度はインコースかとか言うわけよ。そっからもう、それもろ分かるじゃないですか、ね、後ろのさ、アンパイアにさ、あれちょっとなんとかしてくださいよって言って、いやしょうがないしょうがない、それはもうお客が声出すまで言えんけとか言って言うわけ、アンパイアのさ。で今度はわしもさ、フェイントよだったら、アウトコース構えてインコース構えたらインコース構えてアウトコース構える、そしたらあの後ろの親父がアウトコースじゃのってインコースとかさ、アウトコースってさ、後ろのおっさん騙してどうするんかやない。いやいや、うちのおっさんと戦ってるでしょ。いや、完全にそういうあったのよ、そういうぐらいね。だからまあ、この前あったでしょ、ヤクルト対観客の試合、神宮でね、あれで思い出した監督がね、そうそうそう、聞こえるっつって、ね、もうこのことはもう墓場まで持ってこう思い寄ったんだけどついであったもんで、今日はまた思い出したんだけど、もう嫌なこと忘れたいんだけどさ。でも達川さんって広島出身だから、ええ、広島でやじられるっていうことはあんまないでしょ。あるんよ。いやでもこれ吉彦さんとかに聞いたら、うん、吉彦さんとか東京から来てるじゃないですか、うん、そういうやつには冷たかったけど、うん、広島地元の人間にはあったかいよ、うん、広島は。いやそんなことない、反感びいきでね。本当ですか。ようよ達川今日はチーム引っ張ってけよーって隣の親父が、あいつは足は引っ張ってもチームは引っ張らんよーのことを言うたから。本当ですか。そう言うてどうするんだ、そんなお前ポッと出てくるわけない、嘘がお前。まあそうそう、ね、お前だからヤジはすごかったよ。なるほど、ね、だからもう本当にね、松田に早く変わってくれとったら私もだいぶ稼げとったと思うよ。松田でもまあでも近いですもんね。いやいや近い言うてもヤジりづらい。が違うでしょ。ヤジりづらい。いやでも昔はおっさんばっかりで、そうそう、もう女性やじる人もない。なんか全くいないですもんね。もう今ツーボールになったら頑張れーいう拍手を、ね、札幌ドームと真似して、もう大変なこと時代だったよ。でさ、なんでかというと今のね、緩斜面なの、緩やかな斜面なの、はいはい、で昔の球場って傾斜面だから全部声聞こえるの、今はなだらかだからやじりづらいのよ、うん、みんな顔も分かるし、どさくさに紛れてね、昔の球場はやじれたのよ、今はどさくさに紛れてやじるわけにはいかない、もうみんながね、白い目で見るの、誰だあれやじってるな、こういう感じで見られちゃうのよ、うん、だからやじらないですね。もうやじらない、今も声援ばっかり。達川さん、キャッチャーを受けてて、うん、まあ例えば、うん、オールスターも出てるし、うん、いろんなピッチャー見てきた中で、うんうん、ベスト3を挙げるとしたら誰ですか。私らの時代で、時代で受けた時代で、受けたピッチャーで、時代ね、江川もちょこっと受けたけどね、やっぱり江川、遠藤、大野だね、同級生ならもう全部だとしたら全部ね、まあやっぱりいろいろおるよ、どうちょっと幅広くてさ、
こいつは打てんなと思ったの。あ、打てんな思ったの。いやいや、まあ、受けててですよ。受けてて、受けてて打てんないうのはちょっと分かりづらいの。じゃあ種類別にします。まっすぐだったら誰です。これ受けてて、すごいなと思った。やっぱり津田かな。やっぱ津田のまっすぐ。一番前世紀、1年だけとか、もう、今それでもいいです。やっぱり津田がすごかったな。あの、バース三振取った時なんて、もう、笑いながらサイン出しとったもん。なんですか。絶対当たらんのだよ。すごかったんだけど。もう、ほんまに、ボールがうなっとったよ。津田は速いと思ったことないです。あなたタイムが俺ちっちゃいから。いや違うんですよ。強度の後輩で、もうこんな時から知ってるんですよ。高校1年から。俺だから幼女だから。いやだからなんか精神的な優位さってなんかあるじゃないですか。わかる。わかるでしょ。見下ろしとるというか。そうでしょ。いやだから速いってあんまり思わなかった。ありゃ。でも受けててやっぱ速かったですか。あのね、あの 2,3 年速かった。まあ速いなと思ったな。これはええなと思ったな。なんかアドバイスしたことってあるんですか、津田に。ない。ない。お、ああ言ったのは、インスタントラーメンばっかし食うなよいって言ったのもあるけど。そんな好きだったんですか。インスタントラーメン試合前に食うのよ。一回インスタントラーメン試合前に食べたら、当時はあれじゃない。みんなこう選手食堂があって、ありましたね。そこであのバイトの女の子子ってさ、おむすびとなんかこう簡単な軽食しかなかったよね。で、インスタントラーメンをさ、こっそりみんな持ってっちゃうさ、すぐできるじゃん、こそっと作ってって。で、その日にいいピッチングしたのよ。それ以来、毎日食うのルーティンのように。だけど、あんまり食うなよって言ったよ、それ。アドバイスそれぐらいのことよ。あとアドバイスないよね。あともう一個あった。あの、首をね、振ったら必ずまっすぐだったのよ。首を振ったらまっすぐ。これね、今だからもう時効だから言います。原監督が。あの教えてくれたね。首振ったら必ずまっすぐ来る。なんでかいたらね、あのバッターボックスだってなんか原監督らしいなあいう感じよ、うん、いつも言うじゃない。目と胸を突き合わせてやると、はいはいはい、正々堂々とやりたいのが原監督のモットーだから、はいはい、あのね、これ原監督覚えてないかもわからんけど、これ言っていいか悪いどうかわからんだけど、原監督おそらく真剣勝負したいと思ったんだと思う、はい、これもう本当によ、これ。いや心から多分そうだと思います。あのね、ツーボールになった時にもうまっすぐ狙ってくるなと思ってスライダーかなんか出したのよ。そしたら津田が首振ってきたのよ。そしたら原監督があの当時津田とものすごいいい名勝負ばっかりしてたから、で辰川さん次まっすぐですねって、なんでわかるんだ、津田首振ったらまっすぐですよって言うけど、なんでわかるんだ、いや全部そうですよって言うけど、ああそうか思って、それからずっとあのやっぱり見よったらやっぱり変化球出したら首振りよったよな。だから結局自分の得意な球投げたいよ。そうで、で原監督黙っとったらずっと打ってたんだろうけど、なぜか津田とやっぱり最後のあの1点を争う場面で分かって打ちたくなかったんだよ、うん、多分もうこう癖とかね、そういう傾向じゃなくて、うん、真剣勝負をしたかったという。そうでも繋がられてる時に、うん、原監督骨折したんじゃなかった。そう、まっすぐね、あのもうその前にね、腱鞘炎ちょっとなりかけてたんじゃないの、おそらく。あの今の後楽園だったよ、忘れもしないよ、ね、もうまだあのドームできてなかったんじゃない、確か、うん、ドームができる前だった。後楽園です、うん、あの若い頃です。そうまだね、津田が一番いい時で、まだそうですよね、うん、まっすぐは津田、まっすぐは津田だね。やっぱりコントロールはやっぱり北別府。よかったですね。これはもう本当にね、針の穴言うけど、ほんまの針の穴やったな。面白かったですよ、リードしてて。いや、怖かったね、最後の方は。やっぱり自分が出したサインに打たれるから、途中で気づいた。あ、そりゃわしのサイン通り来おるな、思いながら。川口なんかは楽だったよ、力でどんどん来て。そうですね、あの逆のばっかし来てもさ。でも津田が首振ったら、まっすぐだったでしょ、うん、知ってたろ。まあ、なんとなく分かるかな。いや、北別府さんは自分がカウントをフリーにしたらスライダーっていうのが、スライダーならね、100球投げたらね、100球ストライク入るよったよ、打たれてもいいんなら。そうそう、ね、もうこう離す位置が分かるよったよ、うん、だから特に右バッターはこのラインから曲げればええんで言ってたよ、うんうん、フォークは誰ですか。フォークね、フォークは誰が良かったかな。
っぱり遠藤さんのフォークって良かったですか。遠藤のフォークやっぱり良かったね。落差だったね、遠藤はやっぱり。だから魔人がね、まあそうですね、魔人も対戦してるけどさ、やっぱすごいですか。魔人もやっぱりフォーク良かったよ。フォークさ、打つのにさ、もう何回も何回も研究に研究を重ねるのよ。そうするとさ、このグローブのこの辺でさ、こう見えた時にはフォークだとかさ、うん、もう相当さ、ずーっとスコアラーがさ、まっすぐとフォークしかなかったから、フォークを絶対にフライングするためにもう魔人をもうほんまに丸裸にしとったよ。だったらさ、最後魔人どうしてきたと思う。こうやって投げる、ここで開いてたでしょ。開いてそれでこう、ここでこうこの辺で挟んで投げるんだよ。もうわからないよ。山本和之さんもそうですよね。ああ、こうやってここをテイクバック持っていったところでこう指開いてますよね。だからすごいんだけど、魔人の場合はさ、こうやってなんかこうしてこの辺でね、握り替えるんですよ。まっすぐからフォークに握り替えてさ、とうとうやられたいのだ。ないとあんなセーブできないよ。ああ、ね、魔人すごい言うても、どっちがか二者択一だけどさ、やっぱりそういうところでも全然研究してもしてもさ、前へ行かれたよ。うん、あれには恐れ入ったね。なるほど。まあ、そういうことで。そういうことで。次回、はい。じゃあ、最終回ですね、次回はもう。いや、あと2本ぐらい取ると思います。おー、じゃあ延長戦入るということですね、今日はね。あまりの評判がいいってね。そうそう。延長戦ね。はい。はい。